第286回クイアンの今これを買え。はい、どうもビッグマジックのドラトロです。先週末のプレイヤーズコンベンション愛知、皆さんお疲れ様でした。数々の激闘が本チャンネルと公式チャンネルで見られますので、まだの方はぜひそちらもチェックしてみてくださいね。大型イベントが終わり一息とはいきませんよ。8月には久しぶりの BMO、 そして10月には次のプレイヤーズコンベンション、静岡での開催ということで、こちらも久しぶりですね。まだまだ熱いイベントは終わらない。そんな大会に備えるためにも、ビッグウェブの大人気コンテンツ、クーヤンの今これを買えから、こちらをご紹介していきます。それでは、行ってみましょう。霊気の薬瓶。もともとすごく高いカードで、一昔前はレガシーといえばこれくらいよく見るカードでしたが、近年はデス&タックスが使ってるくらいで、あまり見かけないカードになってきましたね。モダンでも、ご神人間が流星していた時代はかなり見られるカードで、値段も高騰していましたが、最近は何度も再録されたこともあり、落ち着いた値段になりました。だがしかし、モダンホライゾン3でマンホークが強化される空気が出てきたので、再びこのカードの時代が来るのでは。そもそもこれを使うデッキが今下火なだけで、カードの強力さは間違いない。きっとまた使う時代が来ると言い切れるほどのカードなので、持っていない人は今のうちに揃えておくべきだ。4枚持っていなければ今すぐに買いましょう。真珠三つ股箱の達人、アトランティスの王、海と空のシビエルン。前述したマーフォークデッキの鍵となりそうな3枚をピックアップ。やっぱりマーフォークといえばこの3枚は外せない。特に全体強化能力を持ったロードの2枚は間違いなく4枚ずつ使うので、需要が増えれば増えるほど品薄になる可能性大。海と空のシビエルンも拡張版など絵柄にこだわる人は早めに揃えないと、いざ欲しくなった時に揃えるのが難しくなるかもしれません。持ってない人はモダンホライゾン3に備えて今すぐ揃えましょう。ミニンカ霊柩車。最近毎回紹介してる気がする、サンダージャンクションの無法物で速報カードとして再録されたカードからこの1枚。普通に各フォーマットで活躍してるので今が一番安いのでは。ここからさらに再録されない限りは上がっていく一方だと思うので、持っていなければそろそろ買い時だと思います。今これを買え。今日のおまけは追加のこれ買え。実はプレイヤーズコンベンション愛知の販売ブースで問い合わせの多かったカードが2枚ありました。そのうちの1枚が先週紹介した差し出の恐怖、そしてもう1枚が今日のおまけで紹介する高野部雷弾の先駆者。たくさん問い合わせがあってたくさん売れたので、もうすでに値上がり気味ですが、まだ間に合うぞ。とりあえず書いてあることは全部強いので、今後の活躍も期待できますね。なるべく早く4枚揃えておくのがいいと思います。急げ急げ。本日紹介したのはこちらのカードです。イベントなどで多くのプレイヤーさんに触れる機会があると、まさに今その時求められるカードが見えてきて面白いですね。コンベンションの感想なんかもあればコメントに残してもらえるとスタッフ一同励みになるので、よろしくお願いします。次の大型トピックはモダンホライゾン3。リストの全公開まであと数日、日々の公開カードにも注意していきましょう。今日の動画はいかがでしたでしょうか。この動画が参考になったよという方はぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。